コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかです。6月25日、あともう少しでもう本当に夏ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。東京は少し涼しいかなと思いきや、やっぱり日中は暑くてですね、本当に夏の到来を感じています。雨は意外と降っていないですね。さて今緊急事態宣言も解除されて、沖縄はまだ続いていますけれども、まん延防止等重点措置に移行しています。ただ昨日もね、夜にね、あの YouTuber の方の31人の集いが報道されて、まあ、一部の YouTuber が謝罪動画を出したり自粛をしたりとしていて、私もよく見てる YouTuber の方の動画もあって、とっても残念だなっていうふうに思いました。なんか私もこうやって毎週情報を発信させていただいている立場としては、改めて自分の行動をちゃんと見直そうといういいきっかけをいただいたなって前向きに私は捉えています。もちろんその方々がやったことっていうのはあまり許されることでもないですし、まあ実際に医療関係者の方ですとか、コロナでかかって亡くなられた方、またそのご遺族の方など、さまざまな思いが交錯するこの今の状況の中で、自分のエゴでね、みんなが集まるようなことをして、まあ、結果それで何もなければまだいいかもしれないですけど、ただ本当にいろんな方がいろんな我慢をしている中で、影響力のある方々があまりいいとは言えない行動を取るっていうのは良くないなって思いますし、私も多少ですけれども影響力をもしかしたら持っている一人としてですね、改めて自分自身の行動をしっかりとしていきたいなって思っております。ということで、このラジオウィークリーコンビニラジオは、コンビニ業界で働く方、コンビニが大好きな方が、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索フォローいただき、ダイレクトメッセージから送っていただきますか、コンクリ株式会社のお問い合わせ欄よりお問い合わせいただけますと大変嬉しく思います。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。さて先週、有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんとの対談をお届けして、なんと私宣伝を一つもしないまま当日を迎えるということをやらかしてしまいました。ですので今回もぜひその対談をですね、改めてお届けしたいなって思っておりますので、 CM の後はぜひそちらをお楽しみください。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。
電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼをですね、おやております。いよいよ、はい、なんだかね、よくわかんない仕事ですね。すごいですね。これきっと、最近ね、私もいろんな会社のいろんな支援をやるようになってきて、なんか聞いてますね、はい、単なるその社労士業にとどまらなくなってきたんですよ。千崎さんもいろんなことにチャレンジされて、はい、そういう領域を広げられてると思うんですけど、はい、どうやってそれを広げてきたんですか？なんか例えばなんか体系的な勉強をしたとか、はいはい、の実務で少しずつもうなんか自分で気づいて学んでったとかいろいろあるんですけど、なるほど、その辺すっごい聞きたくて。広げようと思って広がったわけじゃなくて、ニーズがあったんですよね。そもそもこんなことできませんかとかですね。もともとお客様からそういう声が出ると、はい、じゃあなんとかしてあげようと、うん、基本的に絶対できない分野ってあるんですよね。例えば法律だったら弁護士ができるし、うん、会計税務だったら税理士が必要だし、うん、もちろん会社の就業なんとかあったら全部ね、社債社労士が必要ですけども、そうじゃない分野、うん、よりやってもいい分野であればなんとかしてあげたいっていうのはあるんですよね。すごい、そこはもう体系的じゃなくて、もう場当たり的に学んでるんですよ、結局。わあ、もうそうなんだ。いや、実はその営業支援とかのサポートが一番得意だし、はいはい、そうですね、見せ方としてもそこをかなり見せてらっしゃるんですか。そうですね、はい、でも実際融資とかその経営、いわゆる経営コンサルタント的な、はいはい、数字の部分、はい、数字改善の部分とかもやられてますよね、はい、やってますね、はい、実際は。そういうその見方、例えば決算書の見方とか、はいはい、うん、そういうのってどこで学ばれたんですか？数字はもっと銀行にいた頃に、そもそもそっか、ベースが銀行ですから。そっかそっか。ある程度は数字はそこでやってました、うんうんうん、あとは社会人になってから。すごい、やっぱキャリアって大事だなと思いましたね。今よく若い方っていうかね、大学生の方に言いますけども、その初っ端のキャリア、うん、ファーストキャリアって大事ですね、やっぱり。大事です、ね、これはもう今になって余計身に染みますね。あ、一社目でこけるときついですよね、その後。確かにそれはね、おやさんはね、某素敵なところで一社目はネズミとエンターテインメントの世界で生きてきたと思うんですけども、みんなが憧れる世界です。そうですね、大体の方はみんな あそこねっていう、まあそこでね、本当小売りの何でしょう、基本的な部分を全て学んだって感じです。多分僕もお話ね、いろいろ聞いてるんですけども、はい、うん、一番おいしいというか、その小売りの本質、そうそのものをやってるところは、小手先のテクニックじゃなくてトークとかね、じゃなくて、うん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 、本質的なものをあそこは多分やってるので。そうですね、一番多分いいエッセンスを学んだと思います。いや、本当にそう思ってて、はい、ちょうどね、アメリカ資本、まあ、いわゆる 直営なんですけど、はいはい、うん、全部そのいわゆるなんかザ・アメリカンな商品を扱ってた頃からスタートしたんですけど、はい、まあ、途中で日本的な商品がガラガラとオリエンタルランドを浴びてた、の影響でね、入ってくるようになって、はい、やっぱそれでこう売り上げが改善するとか、でどういうふうに置いたらお客様の目に留まって買っていただけるかとか、はい、そういった部分を、まあ、プラス接客面で、そうですよね、カバーするっていう、はい、なんか本当に小売商売のいろんな要素がふんだんに盛り込まれてた。確かに環境だったなって今でも思うんですよ、ね、あれは。そうだから、なんかその売り上げを取っていくにあたって、うん、まあ、基本客数かける客単価じゃないですか。基本通りです超シンプルな、はい、でもそういうのもその小売業にいたから当たり前に分かってるけど、はい、それがなかったら今この仕事してて結局それ客単価かける売り上げは変わらないんだけど、はい、その構成をどういじるかみたいな思考が身についてなかったと。なるほど、思うんですよ。やっぱりなんか今社労士なんで単価はその一人、まあ、一社あたりって上がっもちろん上がってて、はい、いわゆるコンビニとか、まあ、ディズニーみたいな、はいはい、そういう
ういう1000円とか数百円って単価ではないの で、 そうです、ね、じゃ あの本当にお客さん増やすのか、それとも客単価を上げて一社一社に対するクオリティを上げるのかっていう戦略をこういろいろ考えてチャレンジしながらできるっていうのはね、すごくやりがいがありますし、そうですよね。でもなんだかんだ言ってやっぱり一人当たり一社当たりの、まあ、お客様の単価が高い方がじっくり、はい、いろんなお客様、そのお客様に注力できるよなっていうのを最近実感してる、そうですよね、ところではあるんです。はい、わかります、わかります。そうなんでちょっと私の話になっちゃったけど、いやいや全然、そうそうそうなんですよ。だからね、本当にね、不思議すぎて、千崎さんってどうやってそのいろんなサポートのなんか知識とか経験を積まれてってんだろうっていうのは多分、ね、明るみにしてみたかった、ね、やっぱベースは多分銀行なんですよね。そうですね、あの頃本当に、うん、あんまり好きな仕事じゃなかった正直入ってみてちょっとイメージだいぶ違ったんで、ちょっと聞いていいですか、その辺ってどう違ったんですか。多分自分はこういうのをやりたいと思ったら、これは当然ね、妄想があるんですけども、実際に与えられた業務は全然違うと、そういうこと、はい、あれって思って、本当にあの僕あの5月とか5月ぐらいですからね、実際入った時の、いや、やめたいなみたいな、なんだかなみたいな、ちょっと違うなみたいな、地味な感じ、地味でしたね、ずいぶんあれみたいな、そうなんだ。まあ銀行って言ったら私お金預けて、はい、で何か振り込んだりしてぐらいしか知らない。まあ一般の方はね、もうあの ATM を使ってね、はい、お金預けたり下ろしたりっていうのが、まああとはお金振り公共料金ね払ったりという。そう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 、あとドラマとかでその融資の話、貸し借りの話とかよく出てくるじゃないですか。超有名です。超有名ですよね。はい。シーンとかね。対策がいろいろあって、でこういうこともやってんだなっていうのを私もそれを見て学んでっただけなんで、はい、実際にどういう仕事があるのかっていまいちよく分かってないんです。すごい業務多いですよ。やっぱりそうなんですか。見えない部分で。見えない部分でね、やっぱり、まあ、ああいう仕事ももちろん大事な仕事ですけども、うん、あれ以外のその審査部だったり当然ね、ありますし、その影を支える事務の人もいるし、あ、確かに確かに。いっぱいする人、とにかく。あ、そうなんだ。だからなんか3時でね、いろんな業務が終わるじゃないですか。ああ、はい、3時にですね。お客様対応が終わるじゃないですか。はいはい、窓口ね。そう、窓口の対応。3時早くねって思ってるけど、はい、実際その後がもうずっと、そうですね、いろんな業務があったりとか。ただ今はあの ATM が24時間動いてるんで、そかそか、昔はリアルに5時6時で終わったんで、7時とかね、あ、僕らの頃は、うん、今8時9時10時が当たり前で、都銀だったら完全に24時間ですよね、うん、ほぼ無休、確かに、なんでだいぶ変わったっすね。本当ですよね。そうすると、まあ、いわゆるお金の引き出しとか振り込みとかは、はい、もう ATM でいろんな人が自由にできるようになったから、そうですね、それ以外にそこは自動化できたけど、はい、それ以外の業務とかはやっぱり今でも人が関わる部分も結構あるんですよね。そうですよね、結局、うん、もう本当できるんですけどね、うんうんうん、やっぱり年配の方が使えないんですよね、基本的に。そうかそうか、まず持ってよく多分皆さんも銀行行ったことあると思うんですけども、大体窓口にいる方は年配の方ですね。確かに若い人は多分いないと思います。確かに、うん、そうですね、ほぼほぼいないと思いますね、うん、特にその B2C 窓口、そうです、あの番号札引いてね、ピンポーンってやつですけど、うん、そうそうそう、あれ大変そうだなと、はたから見てていつも思います。いやー、でもなんかもう ATM が普及して何十年と経ってて、そうですね、未だにとか言ったら失礼すぎるけど、なんか人にお願いしてる人っていうのは、まあ、それでいいと思ってるなら全然いいと思うんですけど、はいはい、世の中のスピードとはもう逆行してるわけじゃないですか。一番遅いですよね。そうですね、アナログすぎてですね、あまりにも、それはそれでなんかスローライフみたいな感じでちょっと羨ましさも感じたりするんですけどね。でもなんか確実に取り残されてますよね。まあ間違いないですよね、今の世の中にもね、ネット全盛の時代において、そうだからやっぱできることとか選択肢っていうのはすごく狭まってるんだろうな。そうでしょうね、まあ、広げようとも思わないのか、分かんないでしょうね。まあうちも実家の母とかね、いますけど、うん、やっぱり分かんないですもんね。あ、本当ですか。スマホが限界ですね、ようやく。やっと覚えてた最近スマホ。あ、本当に。ええ、もうスマホを使いこなせるようになったら全然何でもできちゃいますよね。ネットでその検索するって発想ないですよね。ああ、そっか、ええ、天気とか、例えば天気、電車とかニュースとか、あとどこの店はどこにあるとかね、そういう基本的な使い方ですよね。まあ、分かんないですよ。あ、そうなんだ。そう、教えてやるとですね、びっくりする、こんな目になるのって、いや、もう多分20年前あれって、この仕組み、もうあると思うよって、少なくと思って、
いや、あの、私一度お母様をお会いさせていただいて、はい、偶然なのかな、はいはいはい、すっごいファンキーな、まあそうですね、千崎さんのお母様って感じの人でしたよね。まあそうですね、まあ、よく言われますよね、あれは。すごい素敵な方で、はい、まあ、快活明るい、そうですね、はい、方だったんですけど、そうなんですね、はい、お母様でもやっぱりそのあたりって結構腰が重いじゃないですか、ね、ああそうなんだ、うん、まあ、確かにな、うちの母もこの番組よく聞いてくれてるんですけど、母も今でこそもうなんかいろいろ使いこなしてますけど、はい、あいつも初めてスマホを触った時とかもういちいち聞いてくるなって感じだったんですよね、分かんないんだろうなと思って、そうなんですよね、革命的すぎですね、一気に便利になっちゃうから、うん、何がどうなってるのか分かんないっていうのは、まあ、そうなのかもななんて思ったりしてね、そうですよね、いますけど、まあちょっとなんか話がそれてきてしまったんですけど、そうですね、はいはい、はい、なるほど、千崎さんのそういう、仕事の源泉というか、そうですね、はい、知識や経験をどのように積み重ねてこられているのかっていうのが、はい、まあ場当たり的にとは言いつつキャリアをうまく生かされているということが分かってきました。そうですね、はい、はい、結構あの周りでね、なんか経営コンサルになりたいですみたいな人とかいますね、多いですよね、若い人多いですね、逆に今大学生とかでね、なんかよく相談来るんですけど、あ、来るんだよ、来ます来ます、やっぱりどうやったらなりますかって、すげえ難しい質問と思ってそれってどうやって答えるんですか。学歴が高いっていうのは言葉語弊ありますけど、そういった方は多分より超大手、うんうん、PWC とか、あ、アクセンチュアとか、はいはいはい、ああいうところに行かれればいいと思うんですね、うん、修行のつもりで、うん、正直一生勤めの会社かって言われたら多分違うと思うんですね、ああいうところは経験を積むための、積むための期間、入り口としてはもう修行期間5年なら5年、うんうんうん、やるならやれていいと思うんですよね。なるほど、ただ正直門が狭すぎるんで、そうですよね、相当狭いと思います、あれそういうとこでも結構多分何ていうんですか、あの応募が、おそらくあの100倍以上の多分応募だと思うんですよね、ベイカレントとかね、ああいうとこも含めて、でかいコンサルファームと言われるとこは、うん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 、超人気ですよね、うん、基本的に、うん、確かに、まあ、報酬もねそれなりに高い、そうですね、だいぶ激務みたいな、外資と内資でだいぶ違いますけどね、まあ、仕組みが随分、そうなんですか、保険もそうですか、外資と内資で、あ、そかそかそか、内資は割と基本給が厚くてコミッションは薄め、うんうんうん、会社はほぼほぼフルコミッション、確かにそっか、じゃあ証券もそうですよね、だから証券もそうです、株屋さんもそうですし、あ、そうですよね、コンサルもそうですよね、うん、向こうはとんでもない報酬出ますよね、うん、場合によっては、うんうんうん、確かに、いやなんかすごい多いなと思うのと、あと自分もそうやっていろんな要望がね、これできますかとか、はい、気がついたら最初の依頼内容と全然違ってるとかありますね、結構あって、ありますね、そうそう、あれっていうか、そう、でもだからといってじゃあ慣れますかって言ってそう簡単になれるわけでもないんですよね、ないんじゃないですか。なんか社労士の資格をね持ってて、はい、で例えばうちの事務所とかで求人を出すと、はい、なんかみんなコンサルやりたいですとか出てくるんですよでそういう人は基本やっぱりちょっとお断りしていて、はい、まずは社労士のいわゆる独占業務をちゃんとできるようになってから次だよってやっぱり言ってるんですよね、はい、でそうは言ってもやっぱコンサルやりたいんだなみたいな、コンサルね難しいですよね、これね、難しいですよね、まず経営者と同等以上に喋るスキルが必要ですよね、確かにコミュニケーションそれこそねスキルが必要で、相手が何を言わんとしてるか何を求めるかちゃんと聞いてあげないと、確かにトンチンカンの提案する可能性が高いと、目線もちゃんと合わせて、はい、でやっぱりその中で社長も思い描いたイメージがあるわけですもんね、でそのちゃんとイメージを受け取って自分もそれに対してフィードバックができるようにするっていう、うん、確かに、まずそこも多分難しいですよね、そうですよね、ネタがないとねフィードバックしようがないですよね、確かに解決策がないと確かにそもそもの話で本当ですね、狭すぎますよね、うん、だ多分若い人、うん、まあ、あんまりこういう言葉好きじゃないですけども、うん、経験ばれて積まないと、うん、社会人として難しいと思いますね、うんうん、ですよね、じゃあこう年齢を重ねて社会人経験積んでればいいのかって言ったら、そうなんですよ、そうでもないっていうね、そう名前出してどうか分からないけど、国産の超大手のなんとか総研とかね行って行った方がじゃあうまくいくのかって言うとそうでもないと、そうですよね、当然相手も独立するのは前提で皆さん働いてるとは思うんですけども、うん、じゃあうまくいくかって
またね、点々点っていうところで、あれはあれでなんか聞いたことあるんですけど、やっぱりその大手ならではの仕組み化がされてるから、ね、マニュアル化されてるんで、そうそう、だからなんかその一人一人のスキルがそんなに、これ言っていいのか分かんない、そんなになんかめちゃめちゃ高くなくても、その仕組みである程度カバーできる領域があるっていうのを聞いたことがあって、そうですね、俗人化してないですよね、あそこは。そう、基本的にすごい感謝としてはすごいですね、大事なことですけどね、うん、本当は。そう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 、でもコンサルは独自化してまずい、うん、しない しちゃうんですよね、しちゃいますよね、結局のところ それだと多分6割ぐらいしかできない気がするね、イメージとしては。そこがある程度戦略としてモノポリ証券は入ってるから、はい、まあ、まあいいんでしょうけど、はい、やっぱ一人とかその独立してやっていくってなると必ず独人化するし、そうなんですよ、でやっぱり一人一人 その会社とか社長さんに合わせた対応していかなきゃいけないから、うん、じゃあこれ体系化できるって言ったらなかなかできないですよね。そうなんですよね。いや最近やっぱりね、そういうご支援をしてるところとかで、はいはい、やっぱそれに悩む方とかもいて、で私はそういうなんかその方なんてもう本当に何十年ってやってらっしゃる、はい、ものすごいキャリアのある方なんですけど、そういう方に対してこう独立してまだ10年いっていない私がですね、何かサポートをするっていう、とても不思議な関係性が、まあそうですよね、そう成り立ってるんですけど、そう思って最近私もコンサルタントのとしての勉強をもう一回し直そうと思って、はいはい、ある勉強始めたんですよ。ある勉強始めた。ある勉強なんだろう。ちょっとまだあんまりここで言わないでおこうかなと思うんですけど、後で仙崎さんにはお伝えしようかなと、はい、ぜひ聞きたいですね、ちょっと内部に、はい、思ってて、でやっぱりなんかその今までの経験だけだとちょっと足りない部分があるなと思うし、はい、銀行のキャリアは私ゼロなので、そうですね、そう決算書って言ったらもうそもそもコンビニの決算書しか見たことがなくて一般企業のね、そう一般企業の決算書はあんまり見たことがないと、うん、もちろんあの勉強とかでねセミナーを受けたりとかして見ることはあるんですけど、はい、その実際のやっぱなんか決算書をパッて見て何が問題なのかとか、はい、何をどうしていけばいいのかみたいなのってまだ答えられる状況ないんですよ、まあですよね、だからもう一回ちゃんと勉強しようと思っています、はいはい、いいと思います、ありがとうございます。どうしたらいいですかねこれある程度バカ数なんですよね、やっぱりこれは一社二社見ても分かんないですもんね、そうパターンがいろいろありすぎる、練習でよく言われるのは指揮法見ろって言うんですよね、上場企業の BS 見て、あ、なるほど、電卓叩けって話はよくあるんですけどね、あ、なるほどね、ある程度あれはあれで勉強になりますよ、おただ桁が多すぎるんで大きいですもんね、上場企業なんで運病の会社しかないんで運善よく下手と、ね、運調員の会社、うん、それちょっと私パッと見て桁答えらんないです、そうなんですよ、ゼロ4つぐらい削ってあげないと1億ぐらいまでしかなんかパッと見れない、そう中小企業の感覚だと大体数億がね普通だから、そうですよね、そうですよね、数百億数千億になるともう僕も一瞬あえっと、そうですよ、ね、これなんだみたいな、わかる、そう、あでも確かにいい勉強法かもしれない、そうですね、学生さんなんかはいいと思います、うん、ぜひ指揮法とか見るのはいいかなと思います、すごい、あれ指揮法で本屋さんで売ってますよね、はい、ね、多分ネットでも、ね、見れると思うんですけど、あ、そっか、そっかそっか、こういう時代なんで、もはや、まあ、確かにそうですよね、あのクソ分厚い本買ってますあれ持ち歩くのしんどいなって思った、あれみんな結構きついんで会社で見ればいいですけどねパッと抜けて今日この会社みたいな確かにそうですね、そっかそっか、そうやって勉強して数字慣れしていくとその数字の見方とか、そうですね、ポイントが見えてくるようになるかなとは思うんですけどね、あすごい、仙崎さんはじゃあその銀行キャリア以外でもいろいろやっぱりそう指揮法を見て勉強したりとかもされてたんですか、近いことはやってましたね、すげえ、あとはでも結局その中小企業の相談に来ると必ずみんな持ってくるんで決算書、ああまあまあまあそうですよね、嫌がね見ないよね見て分、うん、かんないとか調べるんですよ、分からんなんだこれみたいな、あるんだやっぱりそういうの、若い頃は特にね、もう今からそんなにね、うん、そんなに分かんないもんないですけど、うんうんうん、そっか、まあ経営者の方ってやっぱあんま数字読める人多くはない、本当は読めた方がいいんですけど ね、うん、ちょっと読めなすぎな気がする人も中にはやっぱ結構問題、ちょっとねって資金繰り分かってないですよね、うん、あ確かにその資金繰りっていうのがなんかイメージとしてこれ本当に私の勝手なイメージなんですけど、はい、
なんか融資を受けて、はい、なんかその運転資金的に使ってみたいな印象がすっごい強い気がしていて、はいはいはい、あ輸血的な意思ですね。そう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 、どっちかというと今こういう状況の特にコロナ禍においてね、これそう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 、うん、なんかとにかくその生きながら得るための策の一つみたいな位置づけになってるけど、はいはいはい、本来はそういうわけじゃない。本来はもっと攻めの融資が、ね、あって、そういうことですよ、ね、事業拡大とかね、工場を作りますとか、例えば、うんうんうん、本来はそういうことですもんね。そっちです、本当は。銀行とかでもよくその融資っていうのは、まあ、将来のそのなんていうんですか、あのビジネスモデルと、そうですね、その収益の可能性とか、はい、そういったところを見て未来に対して投資をする、そうです、そうですわけですもんね、はい、銀行が。そうです、うん、なるほど。だからお金どうしよう、回んない、今やってることで全然売り上げとかなって言って借りたところで、まあ、先はないですよね、もうあんまり、ね、残念ながらそれは自転車操業みたいな、まさにそれダメなパターンですよねでもそういう会社って結構多くないですか。まあ多いですよね、渡り的にね、借りちゃって、うん、いつの間にか膨れ上がって、そうそうそう、とんでもない額の出る気づいたら、そう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 、で返せない、債務超過なんですね、うん、パターンが。そうですよ、ね、リスケしようかみたいな、リスケなんだと、リスケなんだみたいな、これ、いやこれ、あの最初ね、リスケって聞いた時に、はい、あのスケジュールのリスケスジュールってあるんですか。あ、はい、あですね、日程変えるみたいな、はい、あれのことなのかなと思ったら、ね、気に入ろうですね、とんでもないですね、元はそうですよねリスケが分かんない方はぜひググってみてください。そうですね、返済計画の見直しですから私もあるお客さんでリスケの話が出てきた時に、リスケってなんだろうとか思ってそれで一生懸命調べて、あ、そういうことなんで結構やべえなみたいなっていうことに出会った。あれ金融用語なんですか。元は金融用語ですね。そうなんだ。しかも、ね、銀行の内部用語ですよ、リスケなんて普通言わないですよ、そもそもは、まあ、そうですよね、あんな言葉お客さんに対してリスケとかってちょっと言えないですよね。校内の中でね、ちょっとここリスケするみたいだって、うん、あーみたいな感じですよね。そっかそっかそっか、なんかあれですね、飲食業の何番みたいな、トイレ行こう何番みたいなやつとかね、なんとか山ですみたいなね、そうそうそうマグロ山ですみたいな、あ、在庫ないねんマグロ、そういうやつですよね。そういう業界用語ですよね。そっかそっかそっか、本来は今はほらネットのおかげでそういう業界用語が普通になっちゃったんですよね、うん、表にきて。確かに今言った飲食もそうですし、あ、確かにそうですよね。本来見ちゃいけないトークがね、いっぱい出ますよね、うん、出まってる。でまたそういう業界用語を拾って、なんか新しい用語を知ったからってそれをこうそのまま使う人とかいますね。なんかこれすごいなんか浅いというかね薄い人いますね。なんか確かに何言ってんのかなこの人、なんか俺知ってるよみたいな、そういうあのいらないですよね知ってるよ、ほら知ってるよはいらないですよ、いらないですよね。確かに面白い、はい、まあでも最近本当にね、あのコロナの影響で、はい、その経済が大きく様変わりして、そうですね、で、まあ、多分千崎さんもよくそれこそ投稿で、はい、まあ、それをすごく嘆いていらっしゃるのを拝見してますけど、はい、あの今まさにその融資との話、融資の関係というか話もしたところ で、いやなんか今後ね、これから本当にそうやって自転車操業してきた会社っていうのがものすごい苦境に立たされると思うんですよ。そうでしょうね、うん、今はその融資をあの借りやすい状況になったりとか、はい、返済の猶予とかが適用されたりとかして、はいはい、まあ、少し工夫はしやすいけれども、でも本当にこのタイミングで事業の立て直しとかやり方の見直しとか、場合によっては本当事業そのものを見直すとか、うん、そういったことをしていかないとやばい会社っていうのはいっぱいあるのかなと思うんですけど。そうでしょうね、もう。なんかその辺に対する思いって、千崎さんの思いってどんな思いですか。今ってだから逆に考えればね、皆さんよくおっしゃるチャンスなんですよね、これ。今までの事業を見直すチャンス、うん、もしくはなんか新しいことやるとかね、事業転換するとか、うん、それこそ補助金使うとかね、いろいろ技はあると思うんですけども、そう、何かちょっと見直さないとダメですよ、根本的に。あ、今までやってきたことをただやってきたら多分通じない時代がついに来たんですね、うんうん、これは実はコロナがどこかけなくて、うん、それは単に早まった、異常に。確かに多分5年ぐらい早まったイメージだよね。そんな感じしますね、なるほど。じゃあそのチャンスをちゃんとものにして、そうですね、うん、何か新しいことを考えないと。そうですよね、アナログな業界、まあ資料なんてのも本当にアナログな業界ですけど、そうですね、これもね、そのあり方は変わらないけど、はい、やり方を変えていかないと、もうなんかすごくはっきり明暗が分かれそうだなって思ってるんですよ。確かに確かに。昨日もうちの会社の役員会議で、はい、
うちの取締役と話してたんですけど、はい、まだまだ地方ってその手続きを一つ取るにも紙が多いと。まあ多いですね、うん、ハンコとね。そう、ハンコと最近コロナのおかげでハンコはいらなくなってきたので、はい、その意味ではスピーディーになってるんですけど、でもやっぱり電子申請には勝てないわけです。そうですね、スピードという当然ですね。そうだし、 あらゆる今公的な機関とかが電子申請の受付を優先的にしますって言い始めてるんですよね。そうですよね、うん、やっぱ紙だと煩わしいし、はい、その紙が届かない限り処理ができないしと、うん、いうことで、まあ、電子申請を優先的にやりますよっていう手紙が届き始めた。そうなので本当に今、まあ、少しずつ国側もそうやってネット環境とかインフラを整えようとしてるんだなっていうのが分かってきたんですけど、うん、なんか本当ここで変わっていかないと、それこそさっき のついていけないあの窓口にならずに高齢の方の話聞いていけど、どんどん取り残されますよね。まずいですよね。ですよね。しかもオンラインの普及で場所っていう概念がほぼ消えましたからね。飛んだですね、完全に飛びましたよね、はい、うん、だから地方だからうちはとかって言ってると本当にガラパゴスになりますね。なりますよね。仙台ってその辺のスピードはどうなんですか。まあ、多分東北の中では一番マシなんですよね、きっと。あくまでもエクスキューズは東北の中ではというそれが入りますけどね、うん、まだマシ、ね、マシな感じ、まあ、仙台はまたちょっと特殊ですよね、またね。特殊、宮城県という中でまた、ね、浮いてますから完全に、ね、仙台市という自治体は。そっか、別物ですよね、もはやね。別物、仙台という自治体と宮城県という自治体は確かに差がすごいですよ。宮城県だったんだって。そう仙台市って名古屋に近いですね。愛知県なんだみたいな。あ、近いですよね。神戸も兵庫県って人が下手すと分かんない人いますよね、うん、何県だっけ神戸みたいな。確かに、そう、うん、あの県名と市名が違うところ、うんうんうん、広島なんかね、広島県広島市でいいんですけど違うところですね。そう、うん、確かに愛媛県松山市みたいなもん。そうです福岡県博多市みたいな、沖縄県那覇市みたいな。でそう違うところはいいんですけどね、うんうんうん、またそうですよね。なるほどね。確かにあのすごく便利な町だし仙台は、はい、うん、でほどほど都会で。そうです。でもやっぱりその東京から多少はやっぱ離れてる分なのか、まあ、なのか分かんないんですけど、ちょっとその情報スピードで言うと、そうですね、自分からやっぱり仙崎さんみたいに取りに行ける人じゃないと、はい、最新の情報をやっぱつかみきれてない人もいますかね。まだ遅いですね、だから、まあ、まあ何が言いたいか分かんなくなってきたんですけど、はい、情報は自ら取りに行きましょうと。それ大事ですね。大事ですよね。とっても大事です、うん、この世の中を生き抜いていくためにはね、はい、はい、だから会社をやってる人はもう絶対そうだし、会社に勤めてる人も今の自分の会社が本当に大丈夫なのかとか将来性があるのかっていうのを見極めていかないと。そうですね、会社と一緒に倒れますよね。おっしゃる通りでね、本当に、うん、そういう時代になってきたなってすごい感じる。ねえねえとか言う。いや本当、勤めるのはリスクですからね。そうですよね、一つのリスクですから、ね、ある意味知らないってのはまずいよね。確かに確かに、知ってて勤めるならまだリスクっていう意味で言えば、うん、そんなに多くはないかもしれないですけどね。なんかうちは大丈夫だからみたいな。そう、どういう根拠なんだ。その根拠は大丈夫の。そううちの会社 その自分の会社の決算書見てんのとかね。だったらでも話は分かるけどね、うん、それで安全だって分かってるんだったらいいけど、空気だけでね。そう雰囲気とかだけでうちいいよみたいな。そう意外と本業でなんか実績出てなかったりとか、ね、そうあれみたいなね、うん、怖いですよね。ありがちですよね、うん、なんか最近私もそういう勉強を再開したから、なんかその辺の興味がすごく高まってる、ね、はい、なるほど、うん、まあ、今回私も常務として、はいはい、入らせていただいてますので、はい、仙崎さんの会社そうですね、はい、ちょっといろいろね、あのそのあたりも教えていただきたいな。ああ、もう喜んで喜んで、もう、ありがとうございます。現場に入っていきましょう。ちょっと一緒に、まあ、ぜひぜひぜひ。そうするとそれこそその仙台と東京のシナジーがそうですね、もっともっと測れるかなと思います。僕もそう思ってますので、ね、これは、はい、まあ、もう一人取締役でね入られましたけど、また神奈川ですけどね。いわゆる神奈川ですからね。言うても神奈川ですから、ね、言うても神奈川、言うても神奈川。まあ関東圏ね、思いっきり。そうなので、なんかもう本当にあのお互いに良くなっていくために、そうですね、やっぱり、はい、お互いの知識と経験を持ち寄って
なんか面白いことができたらいいと。そうですよね、はい、うん、全くその通りです。思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ますということで、あのまとめますと、はい、7月の3日からそうですね、はい、はい、土曜日11時からですね、はい、FM 泉で、はい、ヒューマンスタイルラジオという番組がスタートします。はい、はい、千崎さんと私が、はい、パーソナリティと本当お邪魔します。イエーイ、はい、でこれは FM 宜野湾と同じリッスンラジオというアプリを使えれば使えば今聞いてる方はそのまま行けます。そうですね、何にもいらない安心する。そのまんまどこでも聞けますよ。はい、ということで金曜日の夜は宜野湾に合わせていただいて、そうですね、聞いていただいて、はい、で土曜日の朝は泉に、そうですね、聞いていただければどっちもお気に入り登録しておいていただければもうすぐ切り替えられますから。ちなみにあの泉ちょっと若干自慢なんですけども、はい、あのサンドイッチマンがラジオ持ってますからね。おお、サンドイッチマン、そうラジオをやらせたというね、超有名番組が、あ、すごい、やってますから。それってなんかキー局の番組を持ってきたじゃなくてもリアルにそこで、これコミテ FM の番組ですから。あ、すごいっすね、あのサンドイッチマンですすごい、今や全国的に有名で人気を誇る、もう多分お笑い界でもトップ3に入るでしょきっと。いや、そうですよね、間違いなく面白いですもんね。面白いです、僕大好きです。うん、そう、私すごい郷土愛が強いイメージがある。強いですね彼らは。うん、未だにあまり大きなことは言いませんけども、そのギャラの配分とかの時に必ず何パーセントかは募金に回すんですよ。震災とか例えば。素敵すぎる。その発想を知ってるのに彼らの。すげえかっこいいですよね。かっこいいですね。うわーと思って。なんか口だけみたいな人がいっぱいいるかもしれないけど。そうなんですよ。本当にあの二人はいろんなそういう復興支援とか、まあ、の。ふるさとへの貢献っていうのをものすごく大切にされてる方だっていう、ね、あれだけ売れてもね、うん、ちゃんとやってるんで素晴らしい素晴らしい、これは声を大事に言いたい、彼らは素晴らしい、本当に素晴らしいと思います。なんかそういった対応がやっぱりいろんな芸風も含めてキャラクターに現れているなって、そうですね、思いますよね本当に。うん、そういうのって伝わりますもん、出ますよね、そうで誰かが言ってくれるし、そうです ね素晴らしい、そうなんだ、じゃあサンドイッチマンのお二人と一緒に同じ曲で番組ができるという多少の自慢はできる一応嘘じゃないすごいすごい、イエー、楽しみにしてます、ね、これから収録とかも始まっていく、ね、ということなのでとっても楽しみです。確かに、はい、楽しみです、はい、ということでね、そのラジオ聞いていただきたいのと、はい、まあ、今日千崎さん3回目ということでご出演いただいてるんですけど、はい、前はね結構もう人そういう営業支援のことなら、はいはいはい、ヒューマンスタイル検索してくださいってめっちゃ言ってましたけど、実は千崎さんってそれ以外にもいろいろやられてる、そうですね、すごい枝葉が多い、そう実はそういうちょっとルーツをね拾ってみたという、なるほど、はい、対談でございました。今日もご出演いただきありがとうございました。ありがとうございます。ではまたぜひどこかのタイミングで、そうですね、まあ、月1とかでも全然いいので、はい、サブレギュラー的にご出演いただければ、はい、恐れ入ります。宜野湾の皆さんにもどんどん千崎さんに、はい、ありがとうございます。そうそう、伝わると思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、本日のゲストは有限会社ヒューマンスタイル代表取締役営業トレーナーの千崎正和さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。学生さんなんかはいいと思います。ぜひ指揮法とか見るのはいいかなと思います。すごい、あれ指揮法で本屋さんで売ってますよね。はい、ね、多分ネットでもね見れると思うんですけど、あ、そっかそっかそっか、こういう時代なんでもはや、まあ、確かにそうですよね、あのクソ分厚い本買ってますあれ持ち歩くのしんどいなって思った。あれみんな結構きついんで会社で見りゃいいですけどねパッと抜けて今日この会社みたいな確かにそうですね、そっかそっか、そうやって勉強して数字慣れしていくとその数字の見方とか、そうですね、ポイントが見えてくるようになるとかなとは思うんですけどね。あ、すごい、千崎さんはじゃあその銀行キャリア以外でもいろいろやっぱりそう指揮法を見て勉強したりとかもされてたんですか。近いことはやってましたね。すげえ。あとはでも結局その中小企業の相談に来ると必ずみんな持ってくるんで決算書。ああ、まあまあまあそうですよね。いやがね見ないよね見てって分かんないとか調べるんですわからんなんだこれみたいな。あるんだやっぱりそういうの。若い頃は特にね、もう。今からそんなにね、そんなに分かんないもんないですけど、うんうんうん、そっか、まあ経営者の方ってやっぱあんま数字読める人多くはない。本当は読めた方がいいんですけど ね、うん、ちょっと読めなすぎな気がする人も中にはやっぱ結構問題ちょっとねって、資金が分かってないですよね、うん、ああ確かに、その資金繰りっていうのがなんかイメージとして、これ本当に私の勝手なイメージなんですけど、はい、なんか融資を受けて、はい、なんかその
運転資金的に使ってみたいな印象がすっごい強い気がしていて、はいはいはい、あ、輸血的な意思ですね。そう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 、どっちかというと今こういう状況の特にコロナ禍においてね、これそう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 、うん、なんかとにかくその生きながら得るための策の一つみたいな位置づけになってるけど、はいはいはい、本来はそういうわけじゃない。本来はもっと攻めの意思が、ね、あって、そういうことですよ、ね、事業拡大とかね、工場を作りますとか、うん、例えば、うんうんうん、本来はそういうことですもんね。そっちです、本当は。銀行とかでもよくその融資っていうのは、まあ、将来のそのなんていうんですか、あのビジネスモデルと、そうですね、その収益の可能性とか、はい、そういったところを見て未来に対して投資をする、そうです、そうです、わけですもんね、はい、銀行が。そうです、うん、なるほど。だからお金どうしよう、回んない、今やってることで全然売り上げとかなんて言って借りたところで、まあ、先はないじゃんね、もうあんまり、ね、残念ながらそれは自転車操業みたいな、まさにそれダメなパターンですよねでもそういう会社って結構多くないですか。まあ多いですよね、渡り的にね、借りちゃって、うん、いつの間にか膨れ上がって、そうそうそう、とんでもない額の出る気づいたら、そう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 、で返せない、債務超過なんですね、みたいなパターンが。そうですよ、ね、リスケしようかみたいな、リスケなんだリスケなんだみたいな、これ、いやこれ、あの最初ね、リスケって聞いた時に、はい、あのスケジュールのリスケスジュールってあるんですか。あ、はい、あすね、日程変えるみたいな、はい、あれのことなのかなと思ったら、ね、気に入ろうですね、とんでもないですね、元はそうですよねリスケが分かんない方はぜひググってみてください。そうですね、返済計画の見直しですから私もあるお客さんでリスケの話が出てきた時に、リスケってなんだろうとか思ってそれで一生懸命調べて、あ、そういうことなんで結構やべえなみたいなっていうことに出会った。あれ金融用語なんですか。元は金融用語ですね。そうなんだ。しかも、ね、銀行の内部用語ですよ、リスケなんて普通言わないですよ、そもそもは、まあ、そうですよね、あんな言葉お客さんに対してリスケとかってちょっと言えないですよね。校内の中でね、ちょっとここリスケするみたいだって、うん、あーみたいな感じですよね。そっかそっかそっか、なんかあれですね、飲食業の何番みたいな、トイレ行こう何番みたいな、何番とかね、なんとか山ですみたいなね、そうそうそうマグロ山ですみたいな、あ、在庫ないねんマグロ、そういうやつですよね。そう、そういう業界用語ですよね。そっかそっか、本来は今はほらネットのおかげでそういう業界用語が普通になっちゃったんですよね、うん、表にきて。確かに今言った飲食もそうですし、あ、確かにそうですよね。本来見ちゃいけないトークがね、いっぱい出ますよね、出まってる。でまたそういう業界用語を拾って、なんか新しい用語を知ったからってそれをこうそのまま使う人とかいますね。なんかこれすごいなんか浅いというかね薄い人いますね、なんか確かに何言ってんのかなこの人、なんか俺知ってるよみたいな、そう、そういうあのいらないですよね知ってるよ、ほら知ってるよはいらないですよ、いらないですよね、確かに面白い、はい、まあでも最近本当にね、あのコロナの影響で、はい、その経済が大きく様変わりして、そうですね、で、まあ、多分千崎さんもよくそれこそ投稿で、はい、まあ、それをすごく嘆いていらっしゃるのを拝見してますけど、はい、あの今まさにその融資との話、融資の関係というか話もしたところ で、ね、いやなんか今後ね、これから本当にそうやって自転車操業してきた会社っていうのが、はい、ものすごい苦境に立たされると思うんですよ。そうでしょうね、うん、今はその融資をあの借りやすい状況になったりとか、はい、返済の猶予とかが適用されたりとかして、はいはい、まあ、少し工夫はしやすいけれども、うん、でも本当にこのタイミングで事業の立て直しとかやり方の見直しとか、場合によっては本当事業そのものを見直すとか、うん、そういったことをしていかないとやばい会社っていうのはいっぱいあるのかなと思うんですけど。そうでしょうね、もう。なんかその辺に対する思いって、千崎さんの思いってどんな思いですか。今ってだから逆に考えればね、皆さんよくおっしゃるチャンスなんですよね、これ。今までの事業見直すチャンス、うん、もしくはなんか新しいことやるとかね、事業転換するとか、うん、それこそ補助金使うとかね、いろいろ、うん、技はあると思うんですけども、そう、何かちょっと見直さないとダメですよ、根本的に。あ、今までやってきたことをただやってきたら多分通じない時代がついに来たんですよ、うんうん、これは実はコロナがどこかけなくて、うん、それが単に早まった、異常に。確かに多分5年ぐらい早まったイメージだよね。そんな感じしますね、なるほど。じゃあそのチャンスをちゃんとものにして、そうですね、うん、何か新しいことを考えないと。そうですよね、アナログな業界、まあ資料なんても本当にアナログな業界ですけど、そうですね、これもね、そのあり方は変わらないけど、はい、やり方を変えていかないと、もうなんかすごくはっきり明暗が分かれそうだなって思ってるんですよ。確かに確かに。昨日もうちの会社の役員会議で、はい、
うちの取締役と話してたんですけど、はい、まだまだ地方ってその手続きを一つ取るにも紙が多いと。まあ多いですね、うん、ハンコとね。そう、ハンコと最近コロナのおかげでハンコはいらなくなってきたので、はい、その意味ではスピーディーになってるんですけど、でもやっぱり電子申請には勝てないわけです。そうですね、スピードという当然ですね。そうだし、 あらゆる今公的な機関とかが電子申請の受付を優先的にしますって言い始めてるんですよね。そうですよね、うん、やっぱ紙だと煩わしいし、はい、その紙が届かない限り処理ができないしと、うん、いうことで、まあ、電子申請を優先的にやりますよっていう手紙が届き始めた。そうなので本当に今、まあ、少しずつ国側もそうやってネット環境とかインフラを整えようとしてるんだなっていうのが分かってきたんですけど、なんか本当ここで変わっていかないと、それこそさっき のついていけないあの窓口にならずに高齢の方の話聞いていけど、どんどん取り残されますよね。まずいですよね。ですよね。しかもオンラインの普及で場所っていう概念がほぼ消えましたからね。飛んだですね、完全に飛びましたよね、はい。だから地方だからうちはとかって言ってると本当にガラパゴスになりますね。なりますよね。仙台ってその辺のスピードはどうなんですか。まあ、多分東北の中では一番マシなんですよね、きっと。あくまでもエクスキューズは東北の中ではというそれが入りますけどね、うん、まだマシ、ね、マシな感じ、まあ、仙台はまたちょっと特殊ですよね、またね。特殊、宮城県という中でまたね浮いてますから完全に、ね、仙台市という自治体は。そっか、別物ですよね、もはやね。別物、仙台という自治体と宮城県という自治体は、うん、確かに差がすごいですよ。宮城県だったんだって。そう仙台市って名古屋に近いですね。愛知県なんだみたいな。あ、近いですよね。神戸も兵庫県って人が下手すと分かんない人いますよね、うん、何県だっけ神戸みたいな。確かに、そう、うん、あの県名と市名が違うところ、うんうんうん、広島なんかね、広島県広島市でいいんですけど違うところですね。そう、うん、確かに愛媛県松山市みたいなもん。そうです福岡県博多市みたいな、もう沖縄県那覇市みたいな。でそう違うところはいいんですけどね、うんうんうん、またそうですよね。なるほどね。確かにあのすごく便利な町だし仙台も、はい、うん、でほどほど都会で。そうです。でもやっぱりその東京から多少はやっぱ離れてる分なのか、まあ、なのか分かんないんですけど、ちょっとその情報スピードで言うと、そうですね、自分からやっぱり仙崎さんみたいに取りに行ける人じゃないと、はい、最新の情報をやっぱつかみきれてない人もいますかね。まだ遅いですね、だから、まあ、まあ何が言いたいか分かんなくなってきたんですけど、はい、情報は自ら取りに行きましょうと。それ大事ですね。大事ですよね。とっても大事です、うん、この世の中を生き抜いていくためにはね、はい、はい、だから会社をやってる人はもう絶対そうだし、会社に勤めてる人も今の自分の会社が本当に大丈夫なのかとか将来性があるのかっていうのを見極めていかないと。そうですね、会社と一緒に倒れますよね。おっしゃる通りでね、本当に、うん、そういう時代になってきたなってすごい感じる。ねえねえとか言う。いや本当、勤めるのはリスクですからね。そうですよね、一つのリスクですから、ね、ある意味知らないってのはまずいよね。確かに確かに、知ってて勤めるならまだリスクっていう意味で言えば、うん、そんなに多くはないかもしれないですけどね。なんかうちは大丈夫だからみたいな。そう、どういう根拠なんだ。その根拠は大丈夫の。そううちの会社 その自分の会社の決算書見てんのとかね。だったらでも話は分かるけどね、うん、それで安全だって分かってるんだったらいいけど、空気だけでね。そう雰囲気とかだけでうちいいよみたいな。そう意外と本業でなんか実績出てなかったりとか、ね、そうあれみたいなね、うん、怖いですよね。ありがちですよね、うん、なんか最近私もそういう勉強を再開したから、なんかその辺の興味がすごく高まってる、ね、はい、なるほど、まあ、今回私も常務として、はいはい、入らせていただいてますので、はい、仙崎さんの会社そうですね、はい、ちょっといろいろね、あのそのあたりも教えていただきたいな。あ、もう喜んで喜んで、もう、ありがとうございます。現場に入っていきましょう。ちょっと一緒に、まあ、ぜひぜひぜひ。そうするとそれこそその仙台と東京のシナジーがそうですね、もっともっと測れるかなと思います。僕もそう思ってますので、ね、これは、はい、まあ、もう一人取締役でね入られましたけど、また神奈川ですけどね。最後神奈川ですからね。言うても神奈川ですから、ね、言うても神奈川、言うても神奈川。まあ関東圏ね、思いっきり。そうなので、なんかもう本当にあのお互いに良くなっていくために、そうですね、やっぱり、はい、お互いの知識と経験を持ち寄って
なんか面白いことができたらいいと。そうですよね、はい、うん、全くその通りです。思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ますということで、あのまとめますと、はい、7月の3日からそうですね、はい、はい、土曜日11時からですね、はい、FM 泉で、はい、ヒューマンスタイルラジオという番組がスタートします。はい、はい、千崎さんと私が、はい、パーソナリティと本当お邪魔します。イエーイ。はい、でこれは FM 宜野湾と同じリッスンラジオというアプリを使えれば今聞いてる方はそのまま行けます。そうですね、何にもいらない、安心する。そのまんまどこでも聞けますよ。はい、ということで金曜日の夜は宜野湾に合わせていただいて、そうですね、聞いていただいて、はい、で土曜日の朝は泉に、そうですね、聞いていただければどっちもお気に入り登録しておいていただければもうすぐ切り替えられますから。ちなみにあの泉ちょっと若干自慢なんですけども、はい、あのサンドイッチマンがラジオ持ってますからね。おお、サンドイッチマン、そうラジオをやらせたというね、超有名番組が、あ、すごい、やってますから。それってなんかキー局の番組を持ってきたじゃなくてもリアルにそこで、これコミュニティ FM の番組ですから。あ、すごいっすね、あのサンドイッチマンですすごい、今や全国的に有名で人気を誇る、もう多分お笑い界でもトップ3に入るでしょきっと。いや、そうですよね、間違いなく面白いですもんね。面白いです、僕大好きです。うん、そう、私すごい郷土愛が強いイメージがある。強いですね彼らは。うん、未だにあまり大きなことは言いませんけども、そのギャラの配分とかの時に必ず何パーセントかは募金に回すんですよ。震災とか例えば。素敵すぎる。その発想を知ってるのに彼らの。すげえかっこいいですよね。かっこいいですね。うわーと思って。なんか口だけみたいな人がいっぱいいるかもしれないけど。そうなんですよ。本当にあの二人はいろんなそういう復興支援とか、まあ、の。ふるさとへの貢献っていうのをものすごく大切にされてる方だっていう、あれだけ売れてもね、うん、ちゃんとやってるんで素晴らしい素晴らしい、これは声を大事に言いたい、彼らは素晴らしい、本当に素晴らしいと思います。なんかそういった対応がやっぱりいろんな芸風も含めてキャラクターに現れているなって、そうですね、思いますよね本当に。うん、そういうのって伝わりますもん、出ますよね。そうで誰かが言ってくれるし、そうです ね、 ね、素晴らしい、そうなんだ。じゃあサンドイッチマンのお二人と一緒に同じ曲で番組ができるというあの多少の自慢はできる一応嘘じゃないですすごいすごい、イエー、楽しみにしてます、ね、これから収録とかも始まっていく、ね、ということなのでとっても楽しみです。確かに、はい、楽しみです。はい、ということでね、そのラジオ聞いていただきたいのと、はい、まあ、今日千崎さん3回目ということでご出演いただいてるんですけど、はい、前はね結構もう人そういう営業支援のことなら、はいはいはい、ヒューマンスタイル検索してくださいってめっちゃ言ってましたけど、ね、実は千崎さんってそれ以外にもいろいろやられてる。そうですね、枝葉が多い。そう、実はそういうちょっとルーツをね拾ってみたという。なるほど、はい、対談でございました。今日もご出演いただきありがとうございました。ありがとうございます。ではまたぜひどこかのタイミングで、そうですね、まあ、月1とかでも全然いいので、はい、サブレギュラー的にご出演いただければ、はい、恐れ入ります。宜野湾の皆さんにもどんどん千崎さんに、はい、あ、ありがとうございます。そうそう、伝わると思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、本日のゲストは有限会社ヒューマンスタイル代表取締役営業トレーナーの千崎正和さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。ムービン引っ越しするならムービン県内県外。
沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということで先週聞いていただいた方はちょっと同じ対談だったので、なんか新鮮味がないなと思われた方もいるかもしれませんが、初めて聞いてくださった方はですね、とても勉強になることもたくさんあるなと思いましたし、自分自身のキャリアをもっともっと今に生かしていくっていうのが大事だなっていうことを改めて私も実感できましたので、ぜひぜひ皆さんもですね、何か響いたものが一つでもあったら、シェアをしていただいたりとか、周りの大切な方へ伝えていただけたら嬉しいなって思っております。ということで、ウィークリーコンビニラジオ98回目の放送もいよいよ終わりの時間となりました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。